続いて N ラジセレクトです。今夜は古文書をめぐる問題についてです。古文書はその地域の歴史を読み解く資料として非常に重要なものですが、その価値を知らないまま先祖から引き継いだものが一般市民の家の物置や蔵に眠っているという場合もあるかもしれません。ところが今そうした古文書がインターネットのオークションサイトを除くと大量に出品されているということなんです。オークションに出ていてもその価値を理解する専門家ですとか研究機関が落札するとは限らないわけで、出品していた人自身が価値を分かっていない場合はそのまま廃棄されてしまうこともありそうですよね。はい、そうなんです。古い家や蔵を取り壊すことがきっかけで古文書が処分され失われてしまうケースも相次いでいるということなんです。取材した科学文化部堀川裕太郎記者に聞きます。堀川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。堀川さん、はい、この古文書がインターネットオークションに大量に出回っている、はい、これどういうことなんでしょうか。はい、私がまあこの件について知ったのは東京大学資料編纂所を取材していた時でした。ここには南北朝時代から戦国時代まで、まあ、織田信長や豊臣秀吉といった、まあ、誰もが聞いたことのある著名な武将たちの古文書の数々が並んでいます。例えば本能寺の変の後に秀吉から毛利輝元に宛てられた書状があって、茶色くなった紙の上に力強い字が筆で書かれていました、はい、まあ、これはあの未発表のものだということなんですが、うん、実際に秀吉が手に取った可能性があるかもしれないと思いますと、これまで残っていて今自分の目の前にあることが奇跡のようにも感じました。うん、そういう貴重な古文書が今も目にすることができるってことなんですね。はい、まあ、他にもですね、長崎のキリシタン大名の大村氏が書いた手紙もありました。はい、東京大学資料編纂所准教授の村井祐樹さんによりますと、長崎はあまりこういう中世の時代の資料がですね発掘されていないので非常に重要な地域の資料だと思いますということです。うん、ところがこの村井さんによりますと、はい、驚いたことにこうした貴重な資料というのがいずれもインターネットオークションを通じて集めたものだということなんです。うん、そんなものまでネットオークションで回ってるんですか。はい、実際に村井准教授とともにオークションサイトを調べてみたんですけれども、確かにあの大量の古文書が出品されていまして、それぞれの古文書の写真と販売金額が表示され500円や1000円4000円といった値段で出品されていました。この中には毛利輝元の書状とみられるものもありました。非常にお手頃といったらなんですけれども、はい、身近な価格というんですかね、はい、でそういったものって調べたら実は偽物が多いってこともありそうですけどね。そうですね、あの村井さんによると、まあ、確かに著名な戦国武将のものとなると偽物も多いということなんですけども、まあ、本物が出品されることも珍しくはないということなんです。珍しくはない。はい、村井さんは20年ほど前からネットのオークションサイトをチェックしているということなんですけども、はい、最近は出品される古文書が劇的に増えていると話していました。なぜそういった古文書の出品がそんなに増えているんでしょう。はい、村井さんによるとやはりスマートフォンの普及が影響しているのではないかということです。うん、それはどういう意味ですか。はい、と言いますのもあのスマホがあればですね、はい、あの古文書の写真をそのまま撮ってですね、そしてすぐにあのオークションサイトに掲載できますので、あ、まあ、手軽にこう出品できてしまうわけなんです。はい、ただ結果的にこう落札されないものも多くて、まあ、そのまま処分されてしまうと、そういう恐れもあると村井さんは指摘しています。あのこれ最初の例のように有名な武将のものとかであれば研究者でなくても関心を持たれそうですけれども、そうでなければ落札されずに価値がわからないまま処分されてしまうことも多いんじゃないですか。はい、その通りです。オークションに1000円スタートで出て誰も入札しないということもまあ結構あるということで、まあ、売れなかったものがどうなるかというと、やはりどこかのタイミングで処分されてしまう場合が多いということなんです。で実は今このようにして、まあ、全国各地でですね地域に残る古文書が失われているということです。まあ、価値が分かる人の手にうまいこと渡ればいいですけれども、そうはならないこともあるとなると守っていかなきゃいけないってことでもありますよね。そうですね。そこで今回、まあ、そうした古文書を守ろうと活動している長野県立歴史館を訪ねました。はい、こちらでは古文書の入った箱が天井近くまでびっしりと並んでいて、その書庫だけでも34万点もの古文書が保管されているということです。はい、
学芸員の村石正幸さんは地域の古文書を救い保存する活動に当たっているんですが、最近は長年蔵などに保管されてきたものが価値が分からず廃棄されてしまうことも少なくないと話していました。これ、まあ、今は全国的に空き家も増えていますし、住む人がいなくなった古い家がこの人知れず古文書が眠ったまま取り壊されてしまうというケースが多いと思うんですけれども、学芸員の村石さん、そうした古文書を見つけるお仕事もされているということなんですか？はい、中には家の持ち主が古文書を燃やしているというような通報が歴史館にあって、まあ、そのおかげで間一髪で救い出せた資料もあったということです。さらに村石さん自身もインターネットオークションに目を光らせていて、出品されていた地元の古文書を自ら自費で購入して歴史館に寄贈したということもあるということなんです。学芸員の立場の村石さんが自費で買うっていうのはどうしてなんですか？はい、まあ、歴史館という公的な機関としては、まあ、価格がこう変わっていくですね、オークションに参加するというのは難しいという実情もあるということなんです。まあ、しかしそのままオークションが終わってしまえばその資料がこう散逸してですね、行方が分からなくなってしまう可能性もありますので、自腹を切ったというふうに話していました。まあ、価値の高いものですから、まあ、自腹を切らなくてもですね、自分で未然にを切らなくてもなんとか公費で負担してもらえればって私なんか思いますけれども、ね、まあ、でもそこまでして落札したものっていうのは具体的にはどんなものがあるんでしょう？はい、こうして保存してきたですね資料の中には地元の災害の悲惨さを物語るものもあったということなんです。例えば1783年に浅間山が噴火した時の当時の問屋の記録というのがありまして、この記録には噴火の影響で中山道が通行止めとなって、非常に困っていたということが書かれていました。まあ、こうした地元の災害に関する古文書は自治体の避難計画などに生かされることもありますので、大変貴重だと村石さんは指摘しています。他にはどんなものがあるんですか？はい、村石さんが見せてくれたのは住民の申し出によって保護された古文書です。5年前長野県の佐久市にある民家にあったものが寄贈されていて、4400点余りの資料なんです。例えばこの中の江戸時代に書かれた日記にはコレラの感染が広がっていたことについて記されていますし、それから1824年にアラビア半島から見せ物として2頭のラクダが日本に来たことがあったんですけども、その際には江戸に向かう途中に今の長野県内の中山道を通ったというような珍しい記録も書かれていました。当時川の橋が洪水のために落ちていたので、ラクダが泳いで渡ったと、そういったエピソードまで記されていて、大変貴重なものだと分かったので長野県の指定文化財の憲法にも指定されました。国宝じゃなくて憲法っていうのがあるんですね。はい、でその寄贈された方は資料の価値をご存知だったんですか？はい、寄贈することを決めたのは98歳の大井道也さんという方なんですけども、これまでこうした資料を代々家の蔵で大切に保管してきたんですが、この蔵を取り壊すことになったんですね。でこれを知った県立歴史館の村石さんが声をかけて無事に歴史館に寄贈されることになったということです。大井さんは大変貴重なものなので、こういう普通の民家にいつまでも置いていくものではないと思っていました。何かあった場合ご先祖に対して大変申し訳ないと不安に思っていたので引き取ってもらえて、本当にありがたいとほっとした様子で話していました。自分の家にそうした古文書が代々保管されていて管理できずに困っているとか廃棄すべきか迷っていると、でもしかしたら貴重な資料かもしれないという、そういう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、そんな時どうすればいいんでしょうか？はい、東京大学資料編纂所の村井祐樹准教授によると、まずは地元の自治体の教育委員会や資料館、博物館、それに文書館に相談してほしいということです。その古文書が地域にとって何か役立つものかもしれないですし、捨てようと思ったとしても一度自治体などに相談してもらいたいと話していました。地域の歴史を失わないために、そして先代から受け継いだ記録を、次の世代に残すためにも身の回りに眠る文化財に改めて関心を持ってほしいと思いました。Nラジセレクト、今夜は地域の歴史を記録した古文書の保存をめぐる問題について、科学文化部堀川雄太郎記者に聞きました。リスナーの皆さんからたくさん投稿がありますね。はい、X でですね、
鑑定すればって話もあるだろうが鑑定費用もかかるからなとかですね、うん、悪いことかな、オークションに出ているから、で出てくるから発見できるよねというメッセージもいただいてます。ただまあその価値がわからない方に、うん、落札されるとっていうところですかね。そうですね。それから X への投稿では、仮に博物館などに寄贈しても保管しておく予算がないという問題があるようですと。で、無名な市民の手記でも当時を伺い知る貴重な資料、なんとかならないものでしょうかねという投稿ですとか、古文書の中には地域の災害の歴史を書いたものもあります。それらを未来に残すことで命を守ることにもつながります。そのためには多くの人が古文書に興味を持ってほしいものですと、こういうメッセージもいただいています。ありがとうございました。アメリカの大統領選挙でトランプ氏が勝利を宣言してから1週間、日本やヨーロッパなどの同盟関係にある国々ではアメリカとの向き合い方をめぐって戸惑いや警戒が広がっています。中でもヨーロッパはロシア包囲網にほころびが生じかねず、安全保障政策の抜本的な見直しを迫られるのではないかと懸念を強めています。二村伸専門解説員に聞きます。二村さん、はい、ヨーロッパの首脳はトランプ氏の勝利を素直には喜ぶことできなさそうですよね。そうですね。フランスのマクロン大統領は、おめでとう、前の4年間と同様に共に仕事をする用意があるとトランプ氏のに対して、祝福のメッセージを送りました。またイギリスのスターマー首相は、最も親密な同盟国として自由や民主主義という共通の価値観を共に守っていく、今後も大西洋の両側で特別な関係が続くだろうとの声明を出しました。またヨーロッパ委員会のフォンデアライエン委員長もトランプ氏を心から祝福しますと、まあ、投稿したんですね。しかしこれらはあくまでも表向きでして、多くの首脳が予測のつかないトランプ氏の出方に戦々恐々としているんです。この同じ日、祝福と同じ日、ドイツとフランスは急遽首脳同士、また国防相同士がそれぞれ会談しまして、今後の対応を協議しています。そして翌7日、ハンガリーの首都ブダペストで開かれた EU とその周辺国がヨーロッパの将来を議論するヨーロッパ政治共同体の首脳会議開かれたんですけれども、イギリス、トルコ、ウクライナなど50カ国近くの首脳らが出席しまして、ここでもトランプ次期政権への対応が焦点の一つとなりました、うん、そこではどんな話が出たんでしょう。フォンデアライエンヨーロッパ委員長は、力ではなく法の支配が重要だという明確なメッセージを送ることが我々の利益になるとしまして、うん、ウクライナ支援の重要性を訴えました。ウクライナへの支援継続に消極的なトランプ氏に対する明確なメッセージと言えます、はい、またウクライナのゼレンスキー大統領は、ヨーロッパは強いアメリカを必要としており、うん、アメリカもまた強いヨーロッパを必要としていると述べました。アメリカの継続的な支援とヨーロッパの結束、そして欧米の連携強化を訴えました、うん、ウクライナへの最大の支援国であるアメリカが支援を打ち切るのではないかといった危機感が、こうした発言の背景にあります、はい、ウクライナへのアメリカの支援というのはやはり非常に重要ですよね。そうですね、ドイツのキール世界経済研究所によりますと、アメリカはロシアの侵攻後、今年8月までにウクライナに対して840億ユーロの支援を行ってきました。項目別に見ますと、世界各国による軍事支援の5割、財政支援の3割、人道支援の2割近くをアメリカが負担しているわけです。しかしトランプ氏はウクライナ支援の継続に消極的です。また第二の支援国ドイツも財政上の制約により来年度の支援額を半減させる方針で、他の国々も支援額をこれ以上増やすことは難しく、ヨーロッパがアメリカの部分を肩代わりするのは不可能です。このままではウクライナが戦争を続けるための資金が不足し、勝利はますます難しくなってしまいます。でトランプ氏は大統領選挙の期間中、当選すれば24時間以内にウクライナとロシアの紛争を終結させると述べていました。またロシアのプーチン大統領はトランプ氏との協議に前向きの姿勢を示しています。しかしどうやって紛争を終わらせるつもりなのかは不透明でして、ウクライナのゼレンスキー大統領は、紛争の即時終結は
ウクライナの敗北を意味し悲劇となるだろうと述べまして、トランプ氏の発言に危機感をあらわにしています。はい、そのトランプ氏が言うようにウクライナの紛争を今すぐ終わらせることというのは可能なんでしょうか。非常に難しいですよね。アメリカのウォールストリートジャーナル紙は先週、ウクライナの停戦をめぐってトランプ氏の側近がロシアの占領地域を現状のまま維持し、ウクライナが NATO に少なくとも20年間加盟しないことを約束する、その見返りにアメリカが兵器の供給を続けることなどを提案したと伝えました。まあ、トランプ氏がどんな決断を下すのか分かりませんが、ロシアの侵略を半ば黙認するかのような国境線の変更はウクライナはじめヨーロッパの国々はとても受け入れられないだけに、簡単には決着しそうにありません。トランプ氏が大統領に返り咲いた後ですね、欧米関係というのはどのように変わるでしょうか。トランプ氏は1期目に NATO 北大西洋条約機構の加盟国に対して国防費の GDP に占める割合を引き上げるよう要求しました。そしてそれに消極的な国に対しては防衛する義務を果たさないということを示唆していたんですね。すでに NATO からの脱退、これはまあ脅し文句とも言えると思いますけれども、ヨーロッパの外交筋の間ではトランプ次期政権が中国インド太平洋への対応に追われ欧米関係が重視されなくなるのではないかと危惧する声も聞かれています。そうなりますとヨーロッパは中長期的に防衛戦略の見直しを迫られることになる可能性もあります。ただそれはヨーロッパが独自の安全保障体制を強化するチャンスだといった見方もあるんですね。チャンスなんですか。アメリカがトランプ氏の下で内向き志向を強めるとすれば、むしろヨーロッパにとって自立のチャンスというわけなんですね。それを端的に示しているのがフランスのマクロン大統領の言葉です。マクロン大統領は7日、いつまでも安全保障をアメリカに委ねるわけにはいかないと述べまして、自立の重要性を強調しました。またポーランドやベルギーの首脳も地政学的なアウトソーシング、外中の時代は終わったと発言するなど、アメリカ依存脱却を訴える声は他の首脳からも上がっているんですね。また EU の執行機関であるヨーロッパ委員会は年内に新しい執行部が発足するんですけれども、防衛担当のポストを新たに設けて防衛産業の投資の促進、生産能力の強化に力を入れることにしています。トランプ政権の復活がヨーロッパの安全保障の自立に向けた第一歩になるかもしれません。ただそれもヨーロッパの結束が不可欠なんですが、問題も少なくないんですね。問題と言いますと、 EU が一枚岩ではないことです。右派のポピュリストと呼ばれるハンガリーのオルバン首相はトランプ氏の勝利をアメリカ政治史上最大のカムバックだ、世界が待ち望んだ勝利だと称賛しまして、トランプ氏と協力してウクライナ紛争の停戦交渉を始めるとも述べています。オルバン首相、ウクライナへの軍事支援にも反対の立場なんですが、イタリアのメローニ首相もトランプ氏と近いんですね。ハリス氏への支持を明確に打ち出していたドイツのショルツ首相、あるいはマクロン大統領らとの立場は異なっています。さらにヨーロッパでは移民難民の排斥を掲げる極右政党などがトランプ氏の勝利で勢いづいていまして、EU の結束をますます難しくしているんですね。でこうした状況に加えてドイツでは連立政権が崩壊して来年2月に総選挙が行われることになりました。またフランスも今年7月の総選挙でマクロン大統領率いる与党が大敗を喫し、苦しい政権運営を強いられています。EU を牽引するドイツとフランスの政治不安、経済の低迷、それに強いリーダー不在ということで、ヨーロッパは求心力の低下に歯止めがかからない状態なんですね。欧米関係がもしギクシャクすると日本をはじめとして世界への影響というのは少なくないですよね。そうですね、非常に大きいと思います。かつて G7 サミットでドイツのメルケル首相がアメリカによる関税引き上げに反発して、首脳宣言の貿易の取り扱いをめぐってトランプ氏に激しく詰め寄った写真、ニュースなどでも大きな話題となりました。これは2018年にカナダで行われたサミット閉幕にあたっての一コマだったんですけれども、自由貿易と国際協調を重視するヨーロッパ首脳と保護主義、自国第一主義のトランプ氏、この両者では理念も価値観も大きく異なっていますね。
安全保障以外にも貿易や巨大 IT 企業の規制問題、それに気候変動対策などで、アメリカとヨーロッパは大きな隔たりがありまして、これからも対立の火種となりかねません。欧米の亀裂が深まりますと、ロシアや中国、北朝鮮などの軍事的な脅威に対する結束が揺らぎかねず、ウクライナや中東をはじめ世界の安全保障への影響も避けられません。冷戦後の国際秩序を維持するためにも、アメリカが超大国として責任ある行動を取るよう、ヨーロッパとともに日本も粘り強く働きかけていくことがこれから重要になっていきます。今日のニュース解説は二村伸専門解説員でした。ありがとうございました。気候変動対策を話し合う国連の会議 COP29 の首脳級会合が12日アゼルバイジャンで行われています。今回の会議では途上国への資金援助について新たな目標を決めることになっています。会合では途上国から気候変動対策への資金拠出の増額を訴える声が相次ぎ、先進国側からは新興国にも資金の拠出を求める考えが示され、新たな資金目標で合意できるかが注目されています。アメリカで温暖化対策に後ろ向きなトランプ氏が大統領に返り咲くことになり、気候変動対策への影響が懸念されています。気候変動問題の国際交渉に詳しい東京大学未来ビジョン研究センターの高村ゆかり教授にお話を伺いました。高村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初の質問ですけれども、はい、今回開かれています COP29 というのはどういう会議なのか、その位置づけについてですね、教えていただけますでしょうか。はい、この COP29 というのは気候変動枠組み条約って、1992年の国際条約、初めての気候変動に関する条約、国同士の間のですね、はい、取り決めの会合、これ毎年1回開催してまして、まあ、29回目の会合ということになります。はい、でこの下で京都議定書、それから2015年パリ協定というのが締結されていまして、特にまあこの COP29、来年が2025年というのが、各国が自分たちの目標を出し直す年ということもありまして、はい、この COP29 でどういう議論がされるのかというのは、まあ、各国、これは企業の皆さんなども含めてですね、大変注目をされていらっしゃいます。はい、でご存知の通り、昨年、そしておそらく今年はもっと世界の平均気温が高くなりそうだということが言われてまして、はい、今年2024年は 1.5 度、工業化前、産業革命前と比べて 1.5 度っていう水準を、世界の平均気温を超えるんじゃないかという、はい、そういう見通しも出ています。今年もそれから昨年も非常に暑い夏ですとか、季節外れの大雨ですとか台風って、私たちもどうも気候ちょっと変わってきてるんじゃないかと思い始めていますが、こうした影響がさらにやはり気温が上がっていくと、深刻になっていくので、まあ、1.5 度までになんとか抑えようというふうに国際社会協力して取り組んでいるところです。このまま私たちの排出を大きく減らすことができないとすると、3度を超える気温の上昇が、まあ、今世紀の末で2100年ごろには3度を超えちゃうと、うん、いう見通しが国連から示されておりまして、2015年にできましたこのパリ協定というのは、京都議定書の場合は先進国だけが削減の目標を持つ、そういう取り決めをしてたんですけれども、このパリ協定は先進国だけでなく、すべての国、途上国も含めてですね、すべての国が、まあ、気候変動対策について各国目標を持って対策を進めようと。でその時に先ほどありました、工業化前、産業革命前と比べて世界の平均気温の上昇を2度を十分に下回るような水準に、まあ、できれば 1.5 度までに抑えるっていう目標をこのパリ協定の中、本体そのものに実は定めて、国際社会の目標としてですね、定めています。
特に今回の COP29 というのは途上国が対策を進める、これは気候変動のを抑制するために排出を削減をする対策もそうですし、例えばいろいろな気候変動の悪影響が出て実際に洪水ですとか干ばつですとか被害も出ている、こうした途上国での被害を抑えるための、適応策っていうんですが、影響を回避する、影響を抑制する、こうした対策の費用をどういうふうに国際社会が支援していくかという目標を議論する年になっています。2020年には世界全体で1000億ドル途上国にこの気候変動に関する資金の支援をしましょうという、みんなの目標を決めたんですけれども、特にその2020年の目標というのは1000億ドルというのは、これは先進国が頑張って資金支援をしようという、そういう目標になっていました。はい、今回の COP29 は、2020年の目標は決まってたんですけど、その後の目標というのは今2020年の目標水準を下回らないっていうことになってるんですけど、うん、新たなやはりですね、目標を決めるべきだという議論がなされまして、ちょうどこの2020年全体として年1000億ドルという目標に変わり、できればこの引き上げた目標を合意をしたいということで会議が開かれています。途上国と先進国の間では意見の相違も あるようですけれども、はい、議論はどのように進みそうでしょうか。これ資金の支援をめぐっては以前から実は論点といいましょうか、議論が考えが分かれているところがあります。一つはですね、誰が資金の支援をするのか、途上国に対して資金の支援が必要だっていうことはみんな一致してるんですけれども、じゃあその資金を誰が出すのかっていうのが一つ大きな議論のポイントです。先ほど言いましたように2020年の目標は先進国がその資金を支援をする、そういう目標だったんですけれども、やっぱり資金が途上国が対策を十分に取るためにはやっぱりもっと多くの資金が必要であると、特に2050年頃までに世界の排出をできるだけもうゼロに近づけていくような取り組みが必要だというのが 1.5 度目標ですので、そのためには途上国が対策を取れるようにより多くの資金が必要、その時に先進国だけでいいのかと、能力のある支払いの能力のある途上国もですね、実際途上国支援をしている新興国もありますので、こうした国々もこうした途上国への資金支援に加わってほしい、加わるべきだという議論が論点が一つまずあります。それからもう一つやはり大きな論点は、今までは基本的に国がお金を支援する、あるいは国が何らかの措置を取って民間 の企業や金融機関ですね、お金を途上国に支援するというものを目標に換算してたんですけれども、実際には民間ベースでも途上国の気候変動対策を支援をしているお金の流れというのもあります。そういう意味では単純に国が支援をするだけでなく、民間のお金ももっと活用するような、こうした目標が立てられないか、あるいはその集まったお金を誰にどの国に優先的に支援をしていくのかと、こうした点も大きな議論のポイントです。なるほど。あとそれから直近のニュースで最も注目されるのが、アメリカにトランプ政権が、誕生するということの影響も、この取り組みの中では非常に大きいように思うんですけれども、これ資金、トランプ政権、ご存知通り2017年から20年ですね、第1期と言いましょうか、トランプ 1.0 と言いましょうか、すでに、トランプ政権というのは一度アメリカの政権にだったわけですけれども、その時に何が起こったかということを考えますと、やっぱりこうした資金の問題にも影響がありそうです。
2017年にはあの大統領就任時に、まあ、パリ協定からの脱退ということを通告をしました。でさらにあの今アメリカは緑の気候基金というあの気候途上国をあの対策を支援をする基金が立ち上がっているんですけれども、でそこの資金の、まあ、約 30% 実は資金支援をしています。これはあのオバマ政権の時にあの実際あの一度、それからバイデン政権あの現在の政権の時でも資金支援をですねあの全体の3割しているわけですけれども、あのトランプ政権になった時にこの支援というのは止まってしまいました。そういう意味では先ほど言いましたできるだけ多くの資金を途上国に支援することで途上国でも排出を減らしてもらう、あるいは途上国で気候影響をこのできるだけあの被害が生じないようにするっていう対策、こうしたものへの支援というのが、まあ、世界的に見るとアメリカのお金が来ないっていう可能性が、まあ、非常に高くなっているという状況だと思います。それと、まあ、アメリカにトランプ政権が誕生するということは、あの、はい、アメリカ自身のですね、はい、その温暖化対策の後退ということも懸念されると思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。あのまさにあのその点ですね、大変あの懸念をされるところです。あの先ほど言いましたように、あの2017年から20年にあのトランプ政権我々一度経験してるんですけれども、まあ、その時には、まあ、気候変動だけじゃないんですけど環境規制などを、まあ、撤廃をしたり緩めたりいたしました。あのある研究機関が、まあ、試算をしてるんですけれども、まあ、特にその今のバイデン政権が打ち出した気候変動対策を、まあ、全て撤回する廃止をしてしまうとすると、あの2030年までにも、かなり大きな排出、あのバイデン政権時に想定してたよりも大きな排出をアメリカはすることになるだろうという見通しも示されています。そういう意味ではあの本当にアメリカのその政権、今度トランプ政権に変わった時に、あの世界のそしてまあアメリカの国内の対策どうなるかっていうのを懸念されるわけですけれども、あの、まあ、他方であのバイデン政権 の, あの対策の非常に大きな対策というのがインフレ抑制法 IRA と言われる法律の下で、例えばエネルギーを脱炭素のエネルギーに転換をしていくですとか、あるいはあの住宅や自動車をエネルギー効率の高いものにしていく、排出を削減するものにしていくと、こうしたものにあの 税を控除する、税を免除したり軽減をすることで支援をしていきました。こちらのインフレ抑制法の下での支援というのは、実はあの実際データを見てみますと、レッドステートと言われる共和党がいわゆる基盤を持っている、議席を持っているですね、地域に、非常に多く の, あの投資を呼び込んでいるということがあの分かっております。まあ、したがってあの、まあ、インフレ抑制法、このバイデン政権の気候変動対策の要ですけれども、まあ、これがどうトランプ政権の下で扱われるのか、あるいはまあ法律が仮に改正されたり廃止されたりしても、こうしたあの企業の投資の支援というのが何らかの形で続くのかどうかというのは、大変あのアメリカの温暖化対策、気候変動対策がどうなるかを見る上では大変注目をされるところです。アメリカ の, あの大統領選挙の結果が、まあ、出て、トランプ政権が来年からですね、あの立ち上がるということが分かる中での COP29 でして、先ほどあの津屋さんから聞いていただいたように、さまざまな影響が予測をされています。まあ、その中で、気候変動の影響を、まあ、できるだけ、生じないようにする、これは今も起きている影響ありますけど、将来に向けてより深刻になる影響をどれだけやっぱり抑えていくか、あのそのための排出削減、途上国も含めた排出削減策をどういうふうに進めていけるか、 COP29 はそういう意味では2ヶ月後にですね、
政権が変わるアメリカを頭に置きながら、どういうふうにこうした国際的に協力をして解決をしていかない課題に対して国際社会が対応できるのかということが試される会議でもあると思います。そういう意味では大変注目される、その意味でも注目されるCOP29 会議だと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまで東京大学未来ビジョン研究センターの高村ゆかり教授に伺いました。リスナーから投稿いただいています。 X への投稿です。気候変動対策、戦争なんかやってる場合じゃないんだがといただきました。ありがとうございました。続いてはワールドリポートです。日本が途上国への ODA 政府開発援助を始めてから今年で70年を迎えました。今日はこの日本の国際協力について国際部の鈴木陽平記者に聞きます。鈴木さん、おはようございます。おはようございます。今年で70年ということですけれども、日本の ODA どういった経緯で始まったんでしょうか。はい、日本の ODA 政府開発援助は1954年、昭和29年にアジア地域への戦後賠償と並行して始まりました。その後経済成長を遂げた日本は、開始から30年余り経った1989年平成元年に ODA の拠出額で世界トップとなりました。ピークは平成9年で1兆1687億円に上りましたが、その後は厳しい経済情勢の影響などで拠出額は徐々に下がっていき、去年2023年は OECD 内でアメリカ、ドイツに次いで日本は3番目となっています。この70年で援助のあり方に変化はあるんでしょうか。先月 ODA の実施機関である JICA 国際協力機構が、日本が援助してきたタイやマレーシア、インドネシアなど東南アジア各国の担当者を招いて会合を開きました。そこで際立っていたのは、日本の支援などで経済成長を果たしたアジアの国々が支援の受け手から担い手へと変わりつつある現状です。例えばタイは日本の JICA と協力しながらアフリカなどの途上国支援を行うようになっているほか、2年前からは日本の自治体にタイ人のボランティアを派遣するようになっています。この取り組みは観光政策に力を入れるタイが、人口減少に悩みインバウンドの強化を目指す日本の地方を支援できることはないかと新たに始まったもので、北海道や山梨県などでタイ人の隊員が活躍するようになっています。このような取り組みについて、日本は今共に作ると書いて競争というキーワードを打ち出して新たな国際協力を模索し始めています。この取り組みについて JICA の畑枝幹夫理事は、対等なパートナーとして協力する姿勢が大事で、一緒に悩み考えながらその国のためになることを考えていくことが重要になっていると話していました。はい、ODA の課題、そして今後日本に期待されることはどんなことでしょうか。はい、近年途上国支援で影響力を強めている中国の存在、そして国内では予算の使い道に国民の厳しい目が向けられ、ばらまきとの批判もあることが課題として挙げられます。ただシンガポールのシンクタンクが今年東南アジア10カ国で行った調査では、日本について信頼できるという回答が 58.9% だったのに対し、中国は 24.8% と日本は中国の倍以上となっていました。中国は道路や空港、港湾などのインフラ開発に巨額の融資を行う一方、途上国が過剰な債務を抱えることで中国の影響力が増す、いわゆる債務の罠の問題も指摘されています。そうした中で、日本がこの70年間培ってきた信頼と現地のネットワークは大きな強みとなっています。厳しい財政状況の中、透明性のある予算の使い道と十分な説明は欠かせませんが、信頼というのはなかなか目に見えるものではありません。
世界における日本の存在感につながっているこの信頼を今後いかに進化させられるか、 ODA70 年のこの先の取り組みが重要となります。はい、国際部の鈴木陽平記者に聞きました。続いてはビジネス経済、マイビズ田中貴信キャスターです。今回はロボットをめぐる動きです。人手不足の解消や災害現場での活躍など幅広い分野での活用が期待されるロボット、先月 UAE アラブ首長国連邦の首都アブダビでロボットをテーマにした国際的な会議が開かれました。世界のロボット開発の現状について会議に参加した国際社会経済研究所理事長の藤沢久美さんに伺います。藤沢さん、おはようございます。おはようございます。藤沢さん、実際にアブダビに行かれたそうですけども、どのような会議なんですか？はい、これアイロスっていう世界中でロボットの研究をされている人たちが集まる会議で、で主催しているのが米国電気電子学会 IEEE っていうところと日本ロボット学会っていうところが中心になってやってるんですが、世界のみんながインターネットで使ってる Wi-Fi とかの国際基準を作ったりしているような学会がなので、もうすごく世界中のトップクラスの研究者が集まってくるんですね。で同時にこう論文もすごく厳しく審査されて、本当にいい論文上位 30% くらいしかこの会議では発表させてもらえないということで、本当に世界中のロボット研究のトップばっかりが集まってくるっていう、なかなか面白い国際会議なんですね。はい、そうなんですね。で、藤沢さん、実際に会場に行かれてどんなことが行われていたんでしょうか？この会議毎年いろんな国で行われていて、今年がまたまたまアブダビ政府が誘致したのでアブダビだったんですけど、世界中のロボットの研究者が講演とかワークショップを毎日朝から夕方までやっていて、優秀な論文がポスターで貼り出されて、その場で研究者同士がこう話し合いをするみたいなものも数百あったと思いますね。そうですか。藤沢さん、会場を回られて、例えばどんなことが話し合われたり議論になったりしてたんですか？私がすごく興味を持ったのは、これからはもうロボットと人間が一緒に働くっていうことがこう割と議論されてたところに興味があって、例えば医療現場ではもう人間とロボットが一緒に働くとした時に、人間にとってマイナスにならないような環境とかルールとかどうやって作ったらいいのかとか、ロボットが暴走しちゃうというか、こう人間が想像できないようなことを言い出したり動かし出したりしてはいけないので、どうやってロボットを人間が幸せになるために制御していくかみたいな、人間中心のでも人間とロボットが共存する社会づくりみたいなことがこう結構議論されていたのが面白かったです。でも働く現場ってこれからなんか変わっていくなっていう感じのイメージはできましたか？ありました。特に我々日本ってこう災害が多いじゃないですか。そういう災害現場って人間入っていけない瓦礫がたくさんあってとか、そういうところに入っていくロボットっていうのは結構たくさん展示されていて、ガタガタのところをジャンプしていったり、転んでもすぐ立ち上がったりとか、そういうロボットであったり、あと小売店なんかだと物の陳列をするのに人手がかかるところをロボットにやってもらうとか、あとはみんなが話題にしてたのは、これからの資源開発の中で海の底、この海の底もやっぱり人間はいけないので、ロボットに資源探索とかやってもらうっていうことで、結構今年はこの海の底がブームだとは言ってましたね。なるほどね。はい、先ほどロボットが展示されているというふうに藤沢さんおっしゃいましたけども、どんなロボットが展示されていたんですか？いや、もうこれがいろんな種類があってですね、人間と同じ形をしたロボットもあるし、あと手だけ、手のひらだけとか、もう本当小鳥のように小さくて羽がついて空飛ぶロボットみたいなのとか。特にその注目を集めていたロボットってあるんですか？いや、これはですね、中国のロボットで、人型だったり四足の動物型のものなんですけど、これが非常に性能が高くて、しかも安いっていうことで、アメリカでボストンダイナミクスといって、人型とか動物型ですごく有名な会社があって、それとほぼほぼ同じ形のものを作ってるんですが、値段がものすごい安いんですね。
安くて世界でもトップクラスの性能があるものを中国が作ってきたねっていうのが非常に注目されてました。どう使われるかということでちょっと脅威でもあるかもしれませんね。いやまさにそこのルール作りをやっぱり世界でしっかりやっていかなきゃいけないっていうのがこの会議の中でも重要なポイントですね。そうですよね。どうですか、日本はそういう中でどんな形で参加していたんですか。はい、日本もそのロボットであったりそれから AI エージェントっていって、AI 同士でいろんなことを話し合ってもらうみたいなこととかを民間企業の方とか国の研究機関の方々が来て、ワークショップとかいろんなところでやってらして一定の存在感あったんですけれども、私が今回参加したのは日本政府内閣府でやっているサイバネティックアバターの開発っていうのをやっているのでそれで参加してきたんですね。でこれは何かというとこれから日本って人口が減っていって高齢化していくっていうことは働く人も減るしもう生産性も上げていかなきゃいけないっていう時にこういうロボットとか、私たちはサイバネティックアバターと呼んでますが、そういったロボット的なものをどう使っていったらいいかっていう研究をしていてそれの発表とか議論をするために行ったんですがその一つが展示していたんです。織姫っていう、ロボットなんですけれども、どうやって展示してたかっていうとカフェを作ってカフェの接客をロボットにやってもらってたんですね。そのロボットは自分でも多少喋れるんですけど、裏側に実は日本から ALS の方とか体に障害があって動けない方が目だけでロボットを操作していたりあと言葉を使っていろんな国の人が来るので、イタリア語で接客をしたり、日本語で接客をしたり、していて来たいろんな国の人はとっても驚いていて、カフェの接客をアバターのロボットを通してやってるんですけど本人は日本にいるということですね。そうです、まさに手を振ったり、顔を動かしたりいろんなことを日本からやっているので大変びっくりしていただいてました。どうですかその外国の人から見てそういう日本のロボットの評価ってどんな感じでしたか。やっぱり日本って面白いねとそういうロボットと人がこう別々じゃなくて一体になるんだっていうユニークな考え方をするねっていうのは言っていただけてたように思います。合体するのがユニークなんですかね。そうですね、やっぱり欧米の考え方だとロボットに何かさせるっていうことで人間が上位に立つんです、でまたその人型みたいなものは特にドイツなんかは人間の冒涜だからそういうロボット作っちゃダメとか、そういうことを言ったりするんですけど、日本の場合はこう可愛いロボット作って自分たちもロボットの一部になっちゃうっていうこれはなかなかね日本独特みたいです。例えば哲学者の方とかもいらしていて、人型のロボットを作った時に、このロボットを廃棄する時に人間の形してるものを捨てていいのかっていうような、そういうことによって人の意識が人を軽んじるようになるんじゃないかとか、人の尊厳を守りながら職場を作るっていうためにはどういうルールを作ったらいいのかとか、哲学者の方がすごくいろんな問いを投げかけてらしたのも印象的でした。確かにいろいろ考えさせられますよね。藤田さん、最後に今回の会議に参加して今後のロボットの可能性についてはどんなことを感じましたか。ロボットというのはやはり日本が多分一番最初に人手不足の中導入していく可能性があるんじゃないかなと。で同時に我々が研究開発しているようなサイバネティックアバターのようにロボットと人間が共同しながら職場を作っていくようなことっていうのも多分日本がリードできるんじゃないかなと。そういう意味ではやはりどういうルールを作るかっていうのこれ世界にまだルールがないので、日本が中心になってロボットと人間が一緒に働ける、一緒に生活ができて、そして人間が何よりも幸せになる社会を作るためのルールってなんだろうっていうところを、日本がリードするすごいチャンスが今あるなって思って帰ってきました。なるほどね、はい、藤田さん、今朝どうもありがとうございました。ありがとうございました。今朝のマイビズはアブダビで開かれたロボットの国際会議について国際社会経済研究所理事長の藤沢久美さんに伺いました。7時27分、今朝の聞きたいです。アメリカ大統領選挙は共和党のトランプ氏が激戦州すべてを制し獲得した選挙人で民主党のハリス氏に大差をつけました。トランプ氏の勝利の背景どう見ればいいのでしょうか。
また政権以降の動きも始まって、首席補佐官や国務長官の人事も発表され、政権の骨格を自らに近い人物で固める姿勢が明確になっています。実業家のイーロン・マスク氏らの起用も発表されました。今後国際情勢にはどのような影響が考えられるんでしょうか。国際政治学者で東京大学法学部教授の遠藤健さんに伺います。遠藤さん、おはようございます。おはようございます。まずですね、トランプ氏、ハリス氏に大差をつけての勝利、遠藤さん、この結果をどう受け止めていらっしゃいますか。まあ厳しいですね。やっぱりあの三重の干渉というか、はい、トリプルレッドってよく言いますけれども、大統領府だけではなくて上院それから下院全部トランプ共和党が抑えたわけでして、はい、でまあ、その上に、まあ、前からあの最高裁判所っていうのは保守が過半を占めていて、しかもまあ大統領府のにいる間の大統領の行動についてはまあ免罪するという判決を下してますね、うん、それからあの今からホワイトハウスに入ってこうどんどんそのアメリカの行政府をまあ自分のシンパであの親しい人でまとめあの固めてしまおうというそういう動きをしてますので、まあもう三権全部こうフリーハンドを握ってると、うん、握るという話で、まあ、これもう保守の勝利っていうよりもその自由主義自体が衰退をして、それからまあちょっとそのもうちょっと踏み込むとそのファシズムに近い領域にこう入っていく、そうですか、そういうこう印象を受けていますね。まあ、しかもごめんなさい、もう一つ付け加えるとですね、なんていうんですかね、4年間すでにもうトランプさんというのはホワイトハウスにいたわけで、アメリカ国民というのはトランプさんが何者かで何を代表しているのか分かった上で今回共和党というのがまあほとんど全国的に勝利したということ、さらにトランプさんが4年で終わるかも分からないですけれども、バンスさんっていう、まあ、若い40歳そこそこの次世代スターをですね副大統領に据えていますので、まあ、とても一過性のものとは考えにくいっていうのも頭に入れる必要があるかと思います。このような結果になるとその背景、アメリカの動きどのようにご覧になってますか。まあ、よく言われるんですけれども、よく言われるんですけれども、まあ、経済とアイデンティティの、まあ、2つの要因が大きいんですね。はい、でそれはまあ一つにはやっぱりこうアメリカの3人の富豪のまあ資産を合計すると大体下のまあ半分の、まあ人口のですね資産合計額並んでしまうと、でまあ白人男性のまあ平均寿命が下がっていて、まあこれ以上生活良くならないし希望もないからどんどん絶望視すると、自殺とかドラッグとか飲酒とかですね、そういう、まあ、経済プラス社会っていう、もうこう格差を含めたそういう構図がある。それからもう一つアイデンティティってのはこれ厄介でして、はい、やっぱり黒人の大統領が生まれたことに絶望する白人の部族主義みたいな人たちもいてですね、まあ、ハリスさんも有色人種でしたね、でこういうまあものに対して、まあ、どんどんこの後移民も増えるだろうと、それに対して何にも手を打ってないじゃないかと、国が変わってしまうと、まあ、そういう、こう、まあ、アイデンティティ上のこう焦燥感というんですかね、そういうのをこう、まあ、感じる人たちが結構いて、はい、で今回、新しい動きとしては、やっぱりラテン系とか、黒人とか、そういうところでも、はいはい、とりわけ男性がですね、トランプさんに入れたと、これ、経済要因もあるんですけれども、女性大統領の誕生を嫌った。可能性もありますね。まあ、だから結局逆側の民主党っていうのは、まあ、高学歴で、まあ、高倫理ってよく言うんですけど、LGBTQ とかね、ああいうこう、まあ、ジェンダーとかそういうのをこう争点にする人たちというイメージで、まあ、自分たちのことはまあ忘れてるんだろうというふうに思った人たちがやっぱりトランプさんに投票した。それからごめんなさい、1点だけもう一つ新しいのはメディア、ね、IT とか DX とかそういう新世代 の、はい、マスクさんなんか典型ですけども、ある種こうメディアオルガルヒっていうか、まあ、新興財閥みたいな人がトランプさん側についたっていうのも新しい動きですね。それがアメリカ国内のまあ傾向であると。一方ですね、このトランプ氏の勝利、国際情勢にはまずどんな影響を与えるんでしょうか。
まあ、実は高笑いしてる人もいてですね、世界見渡すと、まあ、ネタニヤフさんとかプーチンさんとかオルバーンさんとかですね、ハンガリーの首相ですね、強権的な政治手法でロシアより EU と対立、はい、それから実はまあ割と内心歓迎してる人たちもいて、リラックスしてるのが割とこう例えば ASEAN の、 諸国の人たちとか、それからインドとかですね。なぜかっていうと、こうアメリカの大統領、ミスト大統領だとなんかこう民主主義とか自由とか説教してくると、そういうこう積極的くない大統領なので、トランプさんっていうのは、まあ規範に対してはまあリラックスしてる、まあ取引的なそういう感じを実は歓迎してると。まあ、ピンチな人たちはもちろんいてですね、こう犠牲のピラミッドみたいなのがあるんですけれども。まあ、ガザの人たちっていうのは、まあ、ほとんどトランプさん気にもかけてないので、もうどん底なのにもっとピンチ、次にピンチはやっぱりウクライナでしょうね。でその後はやっぱりヨーロッパで、まあ、おそらく東アジアに焦点が当たるので、まあ、比較的こっちの地域の国々はいいんですけれども、やっぱり台湾とか韓国っていうのも心配してると思います。日本は多分その後に来るぐらいでしょうかね。各地域ごとにさらに詳しく伺います。まず影響は大きいという中東情勢ですが、トランプ氏の勝利は中東にとってどんな影響があると考えますか。まあ、相当シーンイスラエルの人なので、まあ、ガザは本当にもっとひどいことになるんじゃないでしょうか。で、まあ、おそらくですね、ガザ地区にイスラエルが4年間もありますから入植する可能性もあるし、それからヨルダン川西岸にも踏み込んで、まあ、どんどんその帝国主義的なですね、イスラエル人入植地の拡大っていうのをどんどんしていくんじゃないでしょうかね。で、まあ、この後イランを叩くかどうかはちょっと見もので、トランプさんの後押しを受けてイスラエルが叩くかどうかは見もので、なぜかというとイランがこう絶望的になってサウジアラビアを叩き始めると、はい、まあ、ちょっとそれは世界的な影響が大きいので、それはアメリカが止めるかもしれない、まあ、止められないかもしれない、そこは見ものかと思います。次にウクライナですけれども、どんな影響を受けると考えられますか。まあ、やっぱりこっちもピンチでしょうね。バイデン政権の時も負けない程度にしか援助してなかったんですけども、まあ、頭越しにそのトランプさんがプーチンさんとディールをするという可能性が結構あって、まあ、トランプさんにとってプーチンさんというのは、まあ、見上げるような存在ですよね。まあ、だからウクライナにとって不利なことがやっぱ多くって、領土凍結とか割譲とか安全保障というのはなかなかない、まあ、ないそういう状態が、まあ、やってくる気がします。ただプーチンさんがトランプさんが持ちかけるディールに乗るかどうかまた別な話で、なぜかというと、まあ、このまんま行くとウクライナはまあ人手不足、兵器不足でロシアどんどん押していけると、そういう判断をプーチンさんがしてれば、まあ、ディールに乗じる必要もないということになるわけで、まあ、いずれにしてもウクライナにとっては不利なんじゃないでしょうか。そのディール取引ということで言いますと、アメリカン新聞ワシントンポストがですね、トランプ氏が投票日の2日後にプーチン大統領と電話会談を行って、まあ、ウクライナで続く戦闘を拡大させないよう呼びかけたと伝えました。まあ、ロシア大統領府の報道官は否定しているんですけども、やはりこう何らかの動きというのはもう始まっていると考えた方がいいんでしょうか。そうでしょうね。まあ、まだ水面下ですけれども、まあ、あんまり過剰な攻撃しないように呼びかけたというんだけれども、でも結局その直後に、まあ、キーウ含めてですね、ミサイル攻撃、ね、まあ、ドローン攻撃してますので、非常に大規模な、まあ、だから簡単には応じないっていうメッセージでしょうね。それからウクライナで言いますと、ウクライナを支えるヨーロッパですね、EU などへの影響はどうでしょうか。不思議なことにトランプさんってもともとヨーロッパあんま好きじゃなくてですね、まあ、とりわけドイツをすごくいじめるんですよね。で1期目で NATO からの脱退を示唆したりしていまして、まあ、そこまでいかなくても、まあ、NATO のそのなんていうか抑止力みたいなものを中から壊していくようなそういう状況ってのはありえて、まあ、いずれにしてもヨーロッパのことはヨーロッパに任せて中国に注力したいっていう人たちが周りに多いので、
まあ、ヨーロッパは本当にこうアメリカに頼れなくなっていくという意味で非常にこうピンチかなというふうに思いますね。そして日本ですが、まあ、月曜日にあの第2次石破内閣が正式に発足しました。で、日本外交が本格的に始まるわけですけれども、新しくどんな課題に直面するとご覧になってますか？まあ、あのミクロに、まあ、日本だけ見るとやっぱり基地負担とかさらにこう防衛費の増加ですね、そこがあのやっぱり焦点になってくると思います。で、まあまあ、2倍にするっていうふうに岸田政権時代に謳ったんですけども、ドルベースではかなり目減りしてますので、もっと自分たちの兵器を変えというふうに言ってくる可能性が非常に高い。まあ、あのその、まあ、ミクロを超えてですね、まあ、日本とってやっぱりあの台湾と朝鮮半島で、まあ、あの戦火があのあの開かれると非常に危ないことになりますので、そこでこうアメリカが間違ったことをしないようにしっかりあのホワイトハウス含めてインプットしていくというのは非常に大事かと思います。それから、まあ、もうちょっとあのなんていうんですかね、広い目で見たときに、まあ、日本ってやっぱり戦後ずっとアメリカにこうなんていうんですかね、一番危ないところをこう、まあ、なんていうか丸投げしながら、日米安保に丸投げしながらこう中でこう平和主義低武装でいられたところがありますけれども、アメリカ自体が本当にあの体系的に持続的にアメリカファースト、アメリカ第一になっていくとですね、この戦後日本がこう取ってきた、まあ、これ9条安保体制って、9条と安保体制がちょうど共存していて、お互いにこう、まあ、もたれかかっているような、そういう、こう体制を生きてきたんですけれども、まあ、ここの根幹がやっぱり揺らいじゃうんですね。だから中長期的にはあの日本の戦後の生き方っていうのが、まあ、かなり問われていくことになります。で、本当あの、まあ、なんていうか人類が抱えている最も恒常的なあのシステムである国連がね、あの機能してればいいんですけど、そうはならない。で、まあ、しょうがないから共助自助、まあ、共助ってのは同盟ですよね、そこに耐えることになるんだけれども、まあ、そのアメリカがこうグラグラ揺れてるってことになると、まあ勢い自助、まあつまり自衛みたいなものが嫌をなく焦点が当たっていくって、まあそういう構図になっていくんじゃないかと思います。で、まあ最後に一言言うとすると、まあアメリカってのはそういう意味じゃあのこう常に何代かに一代の大統領って、まあひどい感じになるんですけど、どんどんひどくなるというこのアメリカ自体の危うさを、まあ、あの直視する必要があるんですけれども、同時にですね、アメリカってやっぱ民主主義でこう復元力みたいなものもあって、まあ、このトランプさんの世の中っていうのが永遠に続くわけでもないんですね。だからこの政権が抱えるリスクっていうのを、まあ、なんとかやりくりして乗り切りながら、アメリカのが復元していったその、まあ、時代を見据えて、まあ、アメリカが変な方向に行かない、世界が変な方向に行かないように、やっぱり日本が結構主導権を握らなきゃいけない場面が増えてくるんじゃないかなと、そういうふうに思っています。遠藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今朝の聞きたいは東京大学法学部教授遠藤健さんに伺いました。7時41分になりました。毎朝ここに注目です。北朝鮮はロシアに大規模な部隊を派遣したのに続いて、 ICBM 大陸間弾道ミサイル級の新型ミサイルを発射するなど挑発的な動きを強めています。朝鮮半島担当の出石直解説委員とお伝えします。おはようございます。おはようございます。このところ北朝鮮の挑発的な動きが目立ちますね。そうですね、あの北朝鮮は先月31日に、まあ、ICBM 級の、まあ、ミサイルを発射しましたけれども、この火星19型、まあ、防衛省によりますと、まあ、最高高度がこれまでで最も高い7000キロ以上、それから飛行時間もこれまでで最も長い1時間26分に及んだんですね。これ通常の軌道で発射されていますと、
アメリカの東海岸にまで到達するというふうに見られているんです。それだけミサイル技術を向上させているということでしょうか。その通りですね、まあ、しかもこのミサイルには固形燃料が使われていたと見られているんですね。これはあの液体燃料に比べると、まあ、発射の兆候が捉えにくいとされていまして、まあ、北朝鮮はこの発射について ICBM の最終完結版だとこのように言っているんです、はい、また北朝鮮は核実験の準備も進めているということですが。そのようですね、うん、あの韓国の国防省は北朝鮮の北東部、まあ、プンゲリにある核実験場の準備状況などから、まあ、7回目の核実験に踏み切る可能性があるという、まあ、そういった見方を示しているんですね。もし実施されますと、まあ、2017年9月以来になるんです、うん、この核弾頭を搭載する ICBM の試験発射、その核弾頭の性能を試すための核実験、まあ、いずれも非常に憂慮すべき事態だと思います、はい、北朝鮮の狙いはどこにあるんでしょうか。はい、あの北朝鮮は4年前に国防5カ年計画という、まあ、軍事目標を明らかにしているんですが、まあ、来年がその最終年なんですね、うん、この国防5カ年計画の完成を、まあ、急いでいるんだと思います。この核武力を向上させることで、まあ、来たるべきアメリカとの交渉に備えて、まあ、取引材料を、まあ、できるだけ増やしておきたいと、まあ、こう目論んでいるんじゃないでしょうか、はい、取引材料ですか。はい、まあ、例えばですけれども、まあ、キム総書記は2018年から19年にかけて、うん、まあ、当時トランプ大統領と3回にわたって首脳会談を行ったんですけれども、うん、まあ、この時北朝鮮はこの ICBM の発射と核実験を一時的に中止しているんですね。でその見返りに、まあ、制裁の解除などを求めてきたんです、まあ、今となってみると、まあ、本気でこういったものをやめる気だったのか、まあ、疑問ですけれども、まあ、北朝鮮は、まあ、こういった取引材料が多ければ多いほど、まあ、アメリカから、まあ、たくさんの情報を引き出せると、まあ、こう考えているんじゃないでしょうか。まあ、これをやめるからその代わりこれをよこせと、まあ、これはまあ北朝鮮のいわば常套手段なんですね、まあ、この手に乗ってはいけないと思います。まあ、アメリカはまあバイデン政権から再びトランプ政権になりますけれども、まあ、引き続き日本、アメリカ、韓国、まあ、この3カ国がまあ結束して、まあ、北朝鮮が核開発をやめない限り見返りを与えないぞと、まあ、こういった毅然とした態度をまあ示していく、まあ、これが重要だと思いますね。毎朝ここに注目、出石直解説委員に聞きました。続いては世界の暮らし広く詳しく、ワールドアイ田中貴信キャスターです。この時間は世界各地にお住まいのあるいは旅をした日本人にその地域の身近な話題を伝えていただきます。今回はエリコさんにスイーツから見えてくるポルトガルについて伺います。エリコさん、おはようございます。おはようございます。今回はポルトガルということですけれども、エリコさんいつ頃行かれたんですか。はい、2022年の5月より、南ヨーロッパにあるポルトガルにて定住旅行をしておりました。最初の定住地はポルトガルの首都リスボンから南西におよそ1000キロ行ったところにあるマデイラ島というところにいまして、その次にはですねポルトガル中部ベイラバイシャセントロという場所にありますカステロノーボという村ですねに滞在しておりました。ここは人口が50人という小さな村なんですけれども、そして最後にですね首都のリスボンに滞在をしました。そして今回のテーマがスイーツから見えてくるポルトガルということなんですが、どんなスイーツなんでしょうか。はい、ポルトガルのスイーツといえば、歴史を感じるパステルデナタという食べ物があります。パステルデナタ、どんなスイーツなんですか。はい、これは、ポルトガルの伝統的なお菓子なんですけれども、日本やアジアではエッグタルトとして有名なお菓子なんですね。丸くて小さなパイの生地の中にカスタードクリームが入った、それを焼き上げたものなんですけれども、エッグタルト私も好きなんですけども、ポルトガルのお菓子だったんですね。はい、実はですねエッグタルトという名前は、マカオの名物菓子として知られているんですね、うん、でポルトガルからマカオに、まあ、パステルデナタが伝わって、でそれがマカオでエッグタルトとして生まれ変わって日本に入ってきたと言われています。なるほどね。その元々のパステルデナタっていうのはどのように生まれたものなんですか。
パステルでナタもそうなんですけれども、多くのポルトガルのスイーツっていうのは修道院で生まれたと言われています。昔ですね、ポルトガルの修道院では鶏を飼育していて、アイロンをかける際の糊として卵の白身だけを使っていて、卵の黄身を捨てていたんですね。ただもったいないということで、この黄身をどうにか活用できないかと思って、修道女の人たちが考えたのが、こういった卵を使ったスイーツ、そしてパステルデナタだったということです。そうなんですね。へえ、でもどうしてその修道院で作られたパステルデナタがポルトガルの代表的なスイーツになったんでしょうか？このパステルデナタはポルトガルの首都リスボンのベレン地区にあるジェロニモス修道院というですね、世界遺産にもなっている場所なんですけれども、そこの修道僧たちによって作られたスイーツだと言われているんですね。で、1820年自由主義革命で修道院が閉鎖された時に、修道僧の人たちがこのスイーツを作って売り歩いたっていうのがきっかけで、人気が出たと言われています。今はもうポルトガルのソウルスイーツとして全国民に愛されています。ポルトガルといえばカステラもありますよね。はい、そうですね。ポルトガルは日本に西洋文化を伝えた国なんですけれども、1953年ですね、ポルトガル人を乗せた中国船が種子島に上陸しました。それ以降、教科書にも載っているフランシスコ・ザビエルをはじめとする多くのポルトガル人が来日をして、キリスト教であったりとか西洋文化を日本に伝えたんですね。で、室町時代から江戸時代にかけて日本ではポルトガルブームが起こります。パン、タバコ、天ぷらなど、ポルトガル語から転じて日本語になったものもありますね。ポルトガルと言いますと、スイーツもそうですけども、それ以外にもなんかご飯も美味しいというイメージがありますよね。はい、よくご存知ですね。ポルトガルに行く前にですね、ポルトガルに行ってきますということを周りの人に伝えると、周りの人が美味しそうという言葉が入ってきたんですけれども、それくらいポルトガル料理はすごく美味しいというイメージがあるんだなと思ってすごく驚いたんですが、実際ポルトガルに行ってみると、本当に噂で聞いていた通り、現地の食生活はとても豊かで美味しいものがありました。どんなものがありましたか？一番最初に滞在したマデイラ島で食べた、ボーロドカコと言われるものがあるんですけども、ボーロはポルトガル語でケーキを表す言葉なんですけども、ボーロドカコはパンの一つでして、ふっくら焼き上げた丸いパンの中にガーリックバターが塗られているんですね。で、これはマデイラ島でのみ食べることができるパンで、パンの食感は表面はサクッとしているんですけれども、ガーリックが塗られている部分、中の部分というのはすごくしっとりしていて、料理と一緒に食べるんですけども、これだけで食べてもとっても美味しいような、パンになります。あと他にもですね、ブラジルのシュラスコという料理があるんですけれども、これの元祖がですね、実はマデイラ島にあるシュペターダという料理なんですね。で、ブラジルのシュラスコっていうのは金属を、串に金属を使用しているんですけれども、本場のものっていうのはですね、マデイラ島にたくさん生息しているローリエの木の枝の表面を少し削ったものを使用していて、で、こうぶつ切りにした、お肉をその枝に刺して火に通すとですね、お肉にこうローリエの香りが移って、とっても美味しいんですね。いや、聞いてるだけでも本当に美味しそうですよ ね。あとですね、驚いたことにポルトガルではですね、1日5食食べるんですね。家庭によってはちょっと時間がまちまちなんだそうなんですけど、私が滞在してた家族の1日の食事で言うと、8時ぐらいに朝ごはんを食べて、10時ぐらいに2回目の朝ごはんを食べます。で、今度お昼が12時半ぐらい、3時に、ちょっとした軽食みたいなものを食べて、で、夜の8時に夕食という感じでですね、なんか寝ている間以外は2、3時間に何か1回食べているということになります。でも5食も食べるっていうのは、でも太っちゃいそうですけどもね。そうですね。それと、ポルトガル人は魚もね、すごくたくさん食べますね。魚、日はい。本人も比較的魚をよく食べると思うんですけども、それ以上なんですか？はい。私もちょっと行ってびっくりしたんですけども、ポルトガル人の年間の魚の消費量が国民1人当たりおよそ55キロと言われているんですね。
日本人は年間 23.4 キロと言われてますので、まあ、大体2倍以上は食べているということになります。で、まあ、ポルトガルでもいろんな魚種類があって食べられているんですけども、中でもタラがすごく有名で、うん、ポルトガルを代表する魚と言われているんですけども、タラのレシピは1001あると言われていますね。スーパーに行くと乾燥されたタラであったりとか、あと塩漬けで売られていたりとか、まあ、塩漬けの場合はこう水で戻して調理するっていうのが一般的なんですけども、まあ、この方法はですね、14世紀から伝わる保存方法の一つで、あの昔ね、大航海時代がありましたけども、長い航海に持ちこたえられる食材として非常に重宝されたという歴史があるそうです。なるほどね、そういう歴史があって面白いですね、うん、はい、えりこさん、今朝どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今朝はポルトガルに滞在していたえりこさんに伺いました。続いては NHK 政治の現場です。政治の最前線で取材する記者などが最新情報をお伝えするコーナーです。はい、今回は今週発足した第二次石破内閣について政治部の山田康博記者に聞きます。おはようございます。おはようございます。山田さん、少数与党での政権の再スタート、率直なところ現状どう見てますか？はい、まさに荒波の再出発と言えます。まあ、振り返りますと、先月1日の内閣発足後、まあ、戦後最短の8日で衆議院を解散しました。そして発足直後というのはですね、ご祝儀相場と言いまして、まあ、内閣支持率がこの上がる傾向にあるんですね。まあ、石破総理大臣としては期待値が高いうちに勝負に打って出たと、そしてその結果想像以上に負けたわけなんです。さらに閣僚の落選などで3人が交代となってしまいました。まあ、政治と金の問題への批判はですね、ある程度予想されてたとはいえ、まあ、まさかここまでとは思ってなかったんじゃないかと思います。まあ、過半数割れしつつも政権維持、これ裏返しますと野党の状況が影響しているわけですよね。そうですね、まさに野党全体では過半数を占めているわけですので、まあ、一枚岩になれば政権が変わるんですけども、そうなりませんでした。まあ、先日の総理大臣指名選挙、こちらでは野党第一党の立憲民主党の野田代表は、まあ、自身への投票を各党に呼びかけたんですけれども、まあ、日本維新の会や国民民主党はそれぞれの党首の名前を書きました。まあ、これらは決選投票ではですね、無効票となりますので、まあ、結局石破さんが多数を得たと。まあ、維新国民ともに、まあ、立民中心の政権は嫌だという意思を表示したわけですので、まあ、政府内からは石破政権を延命したようにも映る、まあ、いわば消去法の構図だという声が聞かれました。石破さんは野党側に協力を求めざるを得ない状況ですよね。そうですね、与党だけでは立ち行かないので、まあ、当然だと言えます。まあ、石破総理は国民の多様な意見をできるだけ丁寧に反映し、幅広い合意を取って事の解決に当たっていきたいと強調しているんです。まあ、特に議席を4倍に増やした国民民主党のですね、政策を取り入れて協力を得ていきたいという考えでして、まあ、自民公明両党と国民民主党の政策協議というのが始まったところなんです。はい、まあ、この中では国民民主党が手取りを増やすとして訴えた年収103万円の壁の見直しですとか、ガソリン税の減税の実現などが焦点になってくる見通しです。ある政権幹部はですね、まあ、一つずつ協力の範囲を広げていきたいとお話をしています。また与党内からは願わくば連立への道筋が見出せたらという、まあ、期待のような声も聞こえてくるんです。まあ、一方で石破総理大臣は、まあ、野党の理解を得てですね、まあ、年内にも政治資金規正法の再改正というのを目指す方針です。まあ、政治と金の問題を反省してですね、政治改革に真摯に取り組むという姿勢を示して、まあ、なんとかこの局面を変えていきたいという思いが伺えます。その協力先ですけど、まあ、はい、国民民主党は軸のようですが、この先はどうなっていくんでしょうか？そうですね、まあ、国民民主党からすれば、まあ、このせっかくのいわゆるキャスティングボードを握ったわけなので、はい、まあ、安く売るというわけにはいきませんよね。まあ、党が掲げている政策を反映しなければ協力はできないと、はい、高いボールを投げているんです。まあ、来年の参議院選挙というのを見据えますと、はい、まあ、安易に政権にこうすり寄ったかのように移ると、うん、衆議院選挙で得た支持を失ってしまうという懸念もあると思います。まあ、ですので、まあ、実際、我が党はどの党とも等距離だと強調しています。
まあ、一方で党ではですね、はい、玉木代表に女性との不倫問題が週刊誌報道で明らかになりました。玉木代表は事実関係を概ね認めた上で陳謝をしました。まあ、代表は続投するということになりましたが、副代表経験もある伊藤孝恵参議院議員は、まあ、自身の SNS で千載一遇のチャンスに何をやってくれているんだと批判をしたんです。まあ、躍進の追い風に水を差す形となって、まあ、存在感を維持していけるかと、今後の行方には不透明さもあるんです。そして野党第一党の立憲民主党ですが、うん、躍進するも野党連携を進められないようにも見えますが、そうですね、あの政権交代を目指すという野田代表としては、まあ、どこまで野党をこの結集できるか、まあ、引き続き試されていく場面は続くと思います。うん、まあ、ただ立憲民主党の中ではですね、現時点ではこの立ち位置でいいという見方もあるんです。というのは、まあ、というのもですね、参議院では今、自民公明両党が過半数を占めていますので、今野党で連立政権を作っても、まあ、衆参で多数派が異なる、まあ、いわゆるねじれ国会となりまして、はい、まあ、かえって苦しい状況になるという考え方もあるんですね。まあ、立憲民主党の幹部は勝負は来年の参議院選挙だと、はい、ここでも与党を過半数割れに追い込むため、はい、与党の体力を奪い続けるための国会戦略を練っていくことになると話しているんですよ。はい、まあ、先行きの不透明感が強まる政界ですけれども、うんうんうん、そもそも今回のように与党が少数に陥るというケースは過去にもあったんですか？うんうんうん、そうですね、幾度かはありましたが、まあ、その一つは、1994年に発足した旗内閣です。はい、まあ、非自民のですね、8つの会派で連立を組んだ細川政権を引き継いだ政権だったんですけれども、社会党が連立を離脱したことでですね、うん、少数与党での政権運営を強いられることになりました。この時は組閣まで3日を要し、まあ、その年度の予算成立というのが6月にずれ込む異例の展開に直面しまして、まあ、結局野党の自民党が、民意を反映していないということで内閣不信任決議案を提出し、採決前に総辞職に追い込まれたんです。まあ、わずか64日での、退陣となりました。これ山田さん、石破政権も短命政権となる可能性があるということですか？まあ、断定的には言えないんですけれども、茨の道であるというのは間違いないと思います。まあ、例えば昨日決まりました17ある衆議院の常任委員長の人事なんです。まあ、選挙前はですね、与党は15、野党が2つということでしたが、今回は野党が多く譲るように迫ってですね、与党も受け入れざるを得ませんでした。そして与党が10、野党が7となって、特に重要とされている、予算委員長のポスト、ね、はい、これが立憲民主党に移ったんですね。うん、また政治資金規正法の再改正の審議が見込まれている、政治改革特別委員長というポストも、立憲民主党が奪いました。与党内には政府の予算案や政治改革をめぐる議論がですね、野党ペースで進むことへの警戒感が広がっているんです。まあ、野党が過半数の、ね、状況ですから一致して、まあ、本当に内閣を倒そうと思えば倒せる状況ですよね。その通りなんですね。野党が一致をして内閣不信任決議案を出せば可決されて、まあ、総辞職か、衆議院解散を迫られるので、うん、政府与党としてはもうこう白票を踏むような気持ちでですね、これまでより緊張感の高い国会運営を強いられると思います。まあ、ある政府関係者はいきなり内閣不信任はいかないまでも、まあ、閣僚に不祥事や問題が起きればですね、はい、野党はその閣僚に不信任を突きつけてくるだろうと話をしているんです。対立が激しくなることで政治が停滞すること、これが心配ですよね。そうですね、おっしゃる通りだと思います。政府与党の問題点の追及というのは当然ですけれども、野党もこれまで以上に大きな責任を持つわけなので、単なるこの権力闘争に移るのは得策ではないと考えているはずです。まあ、どの党も過半数に届かないという、まあ、政治状況は有権者が政治と金の問題を起こした自民党にこのお灸を据えたという見方もできますし、まあ、野党に全てを任せる不安もあるととも受け取れると思います。まあ、引いては各党ですね、熟議をして今本当に必要な政策の実現を急いでほしいという民意の表れとも言えると思います。まあ、アメリカ大統領選挙ではですね、再びトランプ政権が誕生することになったのをはじめ、まあ、国際社会は激動の時代に入ったという指摘もされています。まあ、国内外の課題というのでの対応というのはですね、待ったなしでして、まあ、与野党双方が問われる局面というのが続きそうです。はい、
政治の現場、解説の言葉を借りれば石破内閣荒波の再出発について政治部の山田康弘記者に聞きました。